原子物理学は原子を対象とする物理学である。原子物理学では原子自体の性質や構造を基本とし、その構成要素である電子や原子核、原子同士の結合などの講義には対象となる。日常経験するような古典力学が成立するレベルの物理現象では原子の存在や性質まで考える必要があることはほとんどないが、 例えば光電効果や光の放射といった現象では、原子内部の電子の運動が重要になり、10から10メートルといった原子サイズの大きさでは、ニュートン力学は通用せず、量子力学が必要となってくるのである。原子物理学は19世紀後半から20世紀前半にかけて、量子力学と密接に関わりながら急速に発達し、量子論建設に、 重大な影響を及ぼした。原子物理学とは、簡単に言えば、原子を一つの原子核とその周りの電子からなる、系として考え、この系における各々の電子のエネルギー状態を研究することである。このため競技には一個の原子の電子状態のみを対象として考えるため、原子間の相互作用や原子核の構造については対象外であると言える。 とはいえ原子の構造や性質、原子核の実在すら6に分からなかった初期では、原子核も原子物理学の対象に含まれていた。現代でも核外電子に影響を及ぼすレベルの原子核の性質などは原子物理学に含まれる。また原子間の相互作用も講義には原子の性質と言えるため、簡単な分子結合や分子構造、結晶形成なども、 原子物理学の一部に含まれることもある。原子物理学は19世紀末という原子の性質が、詳しくわからない時期から開拓されてきた分野であるが、原子、原子核、素粒子という内部構造の詳細がある、程度解明された現代においてはこれらの分野を、総合的に含めることもあり、さらにはこれらから分化したとも言える。原子の内部構造よりも、各々の領域の、 物理的性質を研究する、物性物理学、原子核物理学、素粒子物理学といった分野をも含めることすらある。ようやくすれば、原子の構造とその究極の構成物である、素粒子、および原子と電磁波、放射線や物質との相互作用について研究する、分野だというわけである。原子物理学は、現代物理学としては最も古い部類に属するが、 決して完成された分野ではない。現代では、原子物理学は、理論、実験両面の発達により精密科学となり、特殊相対性理論や量子力学などとも、関連しその性質が詳しく検証され、通常の原子の他にも、先端技術を用いて最近まで全く未知の、領域であった、高電磁状環境下の原子や、霊気状態の原子、半物質、 エキゾチック原子等の特殊な原子や極限環境を用いた研究も盛んに開拓されつつある。さらには、天体物理学、量子エレクトロニクス、プラズマ物理学、大気物理学、化学などといった原子の性質が重要となる、諸分野にも広く応用されている。ありがとうございます。